こんな日差しぶりだね。元気だったかい？よかった。世界にももうすっかり慣れたって感じだな。おみこおみこわってりんれん、まったく脅かさないでくれ。だって今日はハロウィンだよ。いたずらされる日なんだから、そのつもりでいてくれないとね。そうそう、カイト今お菓子持ってないみたいだし。え、あ、そうだ。二人は世界にいる子たちがハロウィンをどう過ごしてんか興味ないかい？僕にいたずらするよりそっちを見に行く方が楽しいんじゃないかな。みんなはどうする？世界を見に行きたい？決まりだね。早速行こうか。世界も私たちも見れたらいいな。みのり、今日はいつもより張り切ってるね。うん、アイドルになってこういう季節のイベントでライブしてみたかったんだ。急に世界に行こうって言ったのはそういうことだったのね。でも覚えたての曲をリンちゃんにも披露できるいい機会ね。うん、初めてちゃんと見られるから楽しみだな。じゃあそろそろ始めよっか。うん、それじゃあみんなモアモアジャンプのハロウィン特別ライブ行くよ。好きなだけがアイドルの魅力じゃないもの。これからいろいろな私たちを見てもらえるようになりたいわね。うん、よし、もっともっともっと頑張らなくちゃ。でも今日はせっかくのハロウィンだし、バービーもちょっとしたいよね。あ、お菓子ならあるよ。昨日紙袋にたくさん入れて玄関にってそのまま置いてきちゃった。ということは今ならみのりちゃんにいたずらし放題？みんな？み
みのり？トリックオアトリート！あの子たち、すごく楽しそうにハロウィンを過ごしてたね。ライブも素敵だったし、みんなと一緒に見られてよかったな。え、ちょちょ、あの子たちを見てたら、私も歌いたくなってきちゃった。いいね、俺たちもハロウィンライブをやろうよ。あら、3人ともお帰りなさい。ハロウィンパーティーの準備できたけど、ふふ、なんだか歌いたそうな顔してるね。うん、今ちょうどハロウィンライブがしたいねって話してたんだ。ハロウィンライブ？いいじゃない、面白そう。それじゃあ行くよ。みんなも一緒に楽しんでね。とても楽しいハロウィンライブだったわ。素敵な歌を聴かせてもらえたから、お礼に美味しいお菓子をあげようかしら。やったー！みんな、僕たちに付き合ってくれてありがとう。みんなも楽しいハロウィンを過ごしてね。それじゃ、ハッピーハロウィン！